ジアムさんの方に来てます。プロの方と対戦させていただいた中で、通用したドリブルの解説ということで、このシリーズ2本目になるのかな、になるんですけども、リョークトコルバのリョークの相手に一つまで取れましたので、再現できましたので、そちら解説させていただこうと思います。よろしくお願いします。すぐボール止めるのがポイントで、縦この状態で作れてる縦をここまでやらないと、これ止めた時に刈り取られるっていう。これ加藤南くんにやった時ちょっと縦長くなりすぎて 2,3 回刈り取られたんですけど、1本だけ成功したから、あと加藤龍馬選手とやらせてもらった時にもできたんですけど、この縦勝負待ってるなという時に縦に出してここに振る、横から見た時に縦の勝負待たれてる状態で出してここに振る、姿勢を起こして縦にグッと入ってここで止めて回れる、これがここから縦これを走ってここで止めると絡めます。相手の足届く範囲の円のギリギリここに踏み込んでる、はいはい、これ亮君もそうなんですけど、加藤南選手の時もそうだって、左利きの選手の時がちょっと面倒くさい、要は左利きの選手がこう縦勝負を回ってるなっていうところで、この円の外ここに来いってこれを左で刈り取ってくる、南選手の時はだいぶやられたんですけど、左の選手の時はもうちょっと早めに行く、自分の足目いっぱいのところまでは幅取らずにこの辺でも入るようにすれば、加藤選手だけ1本だけそれで中入れたし、右利きの選手の方がやっぱここに右足で重く行きがちだから、ここに右足が重く行きがちだから、ある程度大きく振って大股一歩で引いてきて大きく回れるけど、左の選手の時はちょっとコンパクトに速いタイミングということを意識してできれば、あとは本当、ドリブル全般言えることなんですけど、もうこれが何度できても意味ないんで、敵がいる状況で慌てずに普通に仕掛けて回る、これができればね、できるまで、技術的な練習は必要になるかなと思うんですけど、もう技術的なところは簡単で、起こした状態、これをグッと縦に入って止める。引いて、上半身の動きですね、縦も中もある状態、縦に行きます、回ります、ここからこの変化にやっぱディフェンスはボール以上にこの辺の変化にやっぱディフェンスは食らいつくから、ボールだけどんだけ動かしても食らいつかないで、中狙ってますよ、縦にしましたよっていうところのこの変化を見せてあげたらできるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、プロの方と1対1できた動画アップしていくつもりですので、そのためにはプロの方に勝たないといけないし、今やっぱ5本通しては1本も勝ててないんですけど、いずれは5本通して勝ち越せるようには僕も頑張りますんで、皆さんもよかったらこの動画見て練習してみてください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。